日本の消防車日野メガヘルツは、日野自動車が製造するはしご車専用シャーシである。現在はしご車でトップシェアを誇っている。1991年9月に、森田のはしご車、スーパージャイロラダーシリーズの専用シャーシとして登場した。消防車専用だけあって、前車、ダブルキャブで 4WS や、オートマチックトランスミッション、空気呼吸器を背負ったまま座れるリアシートなどを装備している。はしごは30メートルから40メートルまで対応している。日野と森田の共同開発車で、フロントには日野と森田の両方のロゴが入っている。メガヘルツ、スーパージャイロラダーメガヘルツとして1991年9月に登場。インパネは専用設計だが、ステアリングやエアコンの操作パネルなどは、日野車からの流用。今までにない直線基調のデザインが評価され、グッドデザイン賞を受賞した。エンジンは V 型8気筒の F17E を搭載。トランスミッションは ZF 製の AT で3軸車はインパネ組み込み型のボタン式、2軸車はフロア式である。ブレーキはフルエア式を採用、乗降ステップはドア開閉に連動した空気圧による展開格納式となっている。また、ABS も標準装備され、3軸車には 4WS を採用した。ヘッドライトはクルージングレンジャー、スーパードルフィンプロフィアからの流用。1995年、CI 導入に伴い、日野のシンボルマークが変更され、エンジンをMHII21C に変更して、平成6年排出ガス規制に適合。他の日野車とは異なり、ステアリングの形状は変更されなかった。1998年、ヘッドランプの形状が変更される。2000年、平成11年排出ガス規制に適合。MHII Max 2003年11月、東京国際消防防災展で発表。翌年4月発売開始。社名をMHII Max に変更。オートエアコンを装備し、プロフィア用の直列6気筒エンジン P11C を搭載して、新短期排出ガス規制に適合し、オプションで DPR を装着した車両については、調停 PM 排出ディーゼル車の認定を受けた。また、LED 系光灯を採用し、キャビン上部とフロントバンパーへ埋め込まれた。ステアリングは、プロフィアと同じタイプだが、エアバッグは装備されていない。このモデルより前車フロア式 AT となった。ヘッドライトはレンジャープロフィアからの流用。2006年、全面系光灯の形状を丸型から角型に変更。2007年、エンジンを A09C に変更して、平成17年排出ガス規制に適合。上部赤色灯、標識灯カバーを大型化。社名もメガヘルツ2として変更される。2010年、DPR と尿素 SCR システムを組み合わせたクリーンディーゼルシステムエアーループの導入に伴い、平成21年排出ガス規制に適合。2017年、平成28年排出ガス規制に適合。以下は現在のところ初代のみ。ありがとうございます。